こんにちは、P です。少女ウォーズ9月21日更新です。前回ねガチャ引かなくてね、今回ねちょっと良さそうな、じゃあこれじゃなかったら、どれだっけ、これどうなんでしょうね、これは何て読むんでしょうね、漢字は読めません。これねタンク型だよね、縦のマークだったかな。6、体長って書いてなかったから多分60だとは思うんですけどね、はい、でまた陣中は来てるよ、こうね持ってない人はぜひ。伊達もね、これ伊達はね結構強い人の使用率高いですね。家康はゴニョゴニョゴニョ、はい、こんな感じかな今回のアップデートね。はい、では見ていきます。今回ね頑張って引く気満々です。いや引けないと困るんだけどね、はい、こんな感じかな。あれもうちょっとかな。これはさ、いつも機能をしたくなるんだけど、全然、あ、これ課金しなかったら意味ないからね、これね。最低です。250です。はい。あとね、ん?どれでしょう。何これ。あ、これさっきの子。得点?ああ、これか。はい、もらえるものを回収しますね。回収。何これ。なんでくれない?なんだよー。あと、もらいました。これだけ?これだ、これだけ?これだけ?これだけみたいですね。イベントは何でしょう?あ、これか!この人だねー。うわ、ちょっと、すっごい、くっしんだ。飛ばしますね。これな、いくつかけら、あ、やっぱり60だねー。これすごくない?きっと、そんな気がするの、私だけ。あ、ね、私結構ね、チケットだけ溜まってるよ。38枚もあるよ、SSR のね。で、ジェムが7200。だから、まあ、60のかけらは間違いなく取れると思います。前回ね、我慢してたから、引かずにね。まあ、ちょっと欲しいのがなかったのが確かと。正直なとこなんだけど。はい、で、一応見てみますね。なんていうもの?すごい有名な人だよね、これね。平なんとかか。源と、平。ごめん、ちょっとあんまり言わない方がいいな、知らないんだから。はい。敵一列を攻撃140のダメージを与える。そして自身、ブロック率は、そうだ、タンク的だもんね。15% アップ。効果はワンターン持続。自身の損失した生命値 5%。治療強化。治療、何?消滅?ん?消減?何?これ。などの効果に影響されない。と、150の繊維を回復する。あ、最近が何でしたっけ?回復を、無効にされるようなキャラがいたよね。その辺の、もう 5% ってことかな?生命値の 5% だね。はい。対策してきたようなキャラだね。じゃない、きっと。いや、きっとですよ。絶対ではないですよ。はい。はい、で、これが何?敵一列を、あ、一列なんだ。いいよね。前列なのに一列か。結構優秀でしょ?多分。いや、これ来ちゃったんじゃないの?240のダメージも大きいし、1列で240は大きいよね。だって6人を140で攻撃したらね、140×6、ごにょごにょ、6、1、6、6、4、2、4、800いくつぐらいだと思うんだよね。で、240と、まあ480だよね。反対に140が普通だからね。はい。そして自身現在生命の 30% を消耗し、え?主目標に自身最大生命値 20% に相当するダメージを与える?え?これ何?捨て身みたいなもの?自身現在生命値 30% 使うんだよね、消耗だもんね。例えば、1000の HP があったら300を入れてダメージを与えるってこと?直接ダメージ。うわ。すっごいキャラじゃないの?どうなんでしょう。いや、もうね、どんなキャラでもいいの。他にね、欲しいキャラはもう私いないです。正直。まあ、課金のね、一番最後でもらえるの、
だけは欲しいんだけど、あれはね、かなりの課金をしないと無理だから、当分無理かなと思ってます。いや、何かの弾みでね、トリガーが発動しちゃえばね、もちろん課金しちゃうんだけど、今のところは、平常心でやられてるからね。ね、それぞれ、なんだっけ、で、自身奥義、炎症とスキル減少 50% アップ。何これ効果上がったの、はい。どういうこと、自身残り生命値が少ないほど増加値が高くなり、解除されない。自身生命値のパーセントによって、下記の追加効果を獲得、ああ、10% 以下の場合、目標、目標所在列のキャラの奥義ダメージ 25% ダウン。60% の場合は、すべての、増益バフを解除。これ難しいよね。会社がちょっとやっぱり、わからない。はい。で、これが、これかな、さっきこれか。240が260になってるんだね。武器を装備したときに、やっぱり、その分プラスアルファってことね。これは、星4に達成時点で、最終ダメージが 18% 免除。はいはい。はいはい。キャラが星2になると、ここら辺もちょっと感覚違うよね。2星って書くもんね。星2じゃないもん。ちょっと待って、上は星4って書いてあるよ。でもこれももともと3だからね。キャラがなると、最終ダメージ免除は 18%。18% 免除ってことは、例えば100のダメージ受けたら18は、だから82のダメージしか受けないってことだよね。わからない。で、キャラが3になると、自身最大生命値を 10% 増加。自身のスキル闘技効果以外の生命値は回復できない。登場時、なんていうの、あれよから、なんで読めない。自身のターン開始時。このキャラのなんてことだよね。混合不動を獲得する。混合不動は、バリア値 10%、現在生命、10% 損失した生命値を不動が、存在する場合、自身の減少率が 10% 獲得する。わからないな。はい。この効果は戦闘の前5ターンのみに有効。登場時味方キャラが6名以下の場合、6名以下って6名じゃないの？あ、裏のことも含めて6名以下の場合かな。有効ターン数が3に短縮する。だから6人のパーティーの戦闘もあるよね。そういう場合かな。あと、登場時味方キャラが1名以上の場合、これ以上か。さっきの効果が、を獲得する。混合不動。1200点減少し、自身の減少率を、ちょっとよくわからないけどね。これはあれだね。パッシブだね。はい、スキル。基礎生命値は、やっぱりタンク型だから HP だね。はい。これが5になると、私のキャラね、5なんかなかなかいないんだよ。SR キャラだったら5以上結構いる。もう3、4人いるけど。SSR で5以上、1人しかいない。銀中しかいない。敵自立攻撃し、160のダメージ。そして、自身のブロック率 20% アップ。はいはい。出たよね。攻撃してワンターンでしょ？マインターンっていう意味なのかな？そうでもないのかな？だって敵一列はまず自分が攻撃するじゃない？その時に、効果はワンターンなんだから、一回受けって意味かな？ちょっとこの辺の解釈もわからないよね。あ、ほら、治療強化、治療削減みたいなのあったじゃない？斎藤みたいなキャラ。ああいうのには影響されないってことじゃないの？違う？いや、違ったらごめんね。
これ神だね、これね。はい。死の変身を神だって怖い名前ですね。これは、自身最大120、最大 ?120% 増加。まあ、星6ね、6星。はい。自身のスキルと奥義、効果以外に生命値を回復できないのか。でもかなり HP が上がるってことだよね。まあ、自身のターン開始時に混合不動を獲得。混合不動バリア級。ゴニョゴニョゴニョ。あと6名とか1名だね。ちょっとよくわからないですね。はい。キャラが7星。あ、これは単純にアップだね。これ何に一番下？何ですかこれ。これ他のキャラとの絡みはないのかな？え？なんか喋ってたな。ちょっと私にはよく聞こえないな。もうちょっと大きく。あ、でもこの辺だよ。はい。でもね、まあ、ちょっと新キャラだしね、もう欲しいかなと思った。私ね、この、持ってるキャラがね、少ないんですけど、確かね、で、評価も高いキャラはね、ほぼいない。まあ、わかんない。一般的な評価ですよ。もちろん公式の評価でも何でもなく、単純に公式、ブロガーさんの評価ね、ぐらいって言うと変だけど失礼だけどね、その辺の、その、なんていうかな、評価してるサイトさんの評価で見るとね、全員のタンク型はね、評価の高いキャラはいません。盾タイプで評価の高いのは一切見たことないから、私はね。まあわかんないけど、その人の考え方だから。SS ランクで盾の人は、あれだ。これだね。お姉さん、これぐらい。立花のお姉さん以外は、縦マークじゃないよね。そうだよね。私、縦マークだと、まあ、これもいいんだよね。ジークフリートもいるけど、これも、もらったキャラなんだけど、ジークフリートはね、A ランクです。はい、A ランクですね。まあ、いや、A ランクにもいないわ。どういうことですか、これ。A ランク以下ってこと？マジか、ジークフリート、ランクがないよ。あ、まあ、すいません、ないみたいですね。あと、武田は A ランクになってます。まあもちろん評価はね、参考程度に聞いてください。はい、だから私の中でね、A ランク、SS ランクは立花のお姉さんしかいないの。縦のこのマークの人ね。だから、例えばこの陣営ちょっとわかんないけど。これの中で、ここに2人持ってきたいよね、やっぱりね。ここにね、2人ね、縦。で、2人扇がいて、2人この、多分この2人、このマーク、剣のバフ、低いしちゃったよ。ええ、すごい低いしちゃったよ。すごくね。この人、楽しいよね。怖いけど。うん、銀次郎。うん、この二人がやっぱりだからもう火力特化だと思うんだよね。うん、だいぶね、強くなってきたよ。今ね、また、1574。またどうせキャラが入ると。何ですか。キャラが入るとね、戦力落ちちゃうと思うけどね。1574で、107レベルは1個ぐらい上がったかなぐらいだね。イベントは何ですか？これか。はい、じゃあ行ってみよう。まずね、無料引きます。で、それやめようよ。せめてさ。まあ、プンプン。はい、無料。銀中だ。久しぶりだね。うん。だって。盾もね、ちょっと欲しいよね。強いと、あ、これ2倍で2か。まあ、飛ぶがいいやつも言いません。もう持ってます。いや、みんな持ってるけどね。今回持ってないのはこの、平、なんだ。なんて思うんでしょう。平まで振ってって思うんだけど。あ、これね、活動中。この人がいると攻撃12なんだね。アップするってことね。で、これは何？これか。あんまり当たったことない。あ、まあ、当たって、何が当たるのか分かってないっていう感じかな。これは外れでしょ外れ。これは何？あ、これあれか、いつもの日課みたいなもんだね。うん。1個とかやめようよ。あ、これ結構欲しいよね、宝石。だいぶね、私、8も作れるんだけど、8作るとまた戦力落ちちゃうから、ね、今7止まりしてるけどね。なんか、まあちょっと。まあ、いつものように微妙な感じでしたね。はい。で、これは何でした？これ何？これか。
無理やのか。これなんかもいいのはあんまり来た記憶はないな。ああ、何ですかこれ。カペラみたいなね。これも絶対に豪華なやつは出ないんだよね。多分ですよ。私は知りませんけど、多分出ないと思います。はい。でね。で、もう大体回収かな。これは無料か。これは何ですか？これは何ですか？これは何ですか？あとこれね。いつもの。メンツやると300円。変じゃないね。なんかもらったよね。これは何ですか？これか。はい。これと、これと、これ？待って。あ、これもらっとかないんだ。これ毎回楽しみにしてるんだ。で、たまに間違えてジム取られちゃうんだよね。取られちゃうって言い方が悪かったかな。はい、でも取られちゃうね。間違ってね。間違えて押しちゃうんだよ。ポンポンって、テンポを言ってるのね。はい。これは何？全部、ちょっと2問パーンって言われちゃうもんね。はい。あ、これだとあれができるんじゃないかな。何でしたっけ？妖怪の出入りで終わってないのができるような気がする。これか。できんじゃないのかな。ほらね。はい。まあ、どれでもいいですね。はい。これでも何かもらえて、これか。これ縁結び。これ今回何 ?SR だよね。直江と、今川が一番持ってないかな。はい。微妙な。一応ね、これは何でしたっけ、この、桃 ?2 個あります。2個。まあ、前と変わってないけどね、なるほど。よし。じゃあ、引くよ。まあ、さっきのね、説明見て、絶対強いかって言われるとわからないです。正直。わからない。この、平。清盛って読むの？なんて読むのこれ。ちょっと調べてみるよ。待ってね。検索してみるわ。清森？あ、これか。平の清森って読むんだ。のって入るんだね。平の清盛、平安時代の日本の武将。平の清盛らしいです。のが入るのでどこにあるんだよって思うけどね。はい。ではね。あ、ちょっとこのまま見ておく。これなんか逆とガチャがもらえるね。60だからね。まあ、今0だ。0スタートで38%あるから。まずはね。待って、どのタイミングで5%、これだ。2回後、3だよね。じゃあ1回引く、まずね。はい。1個ね。渋く。で、次のガチャで、だよね、1回後、3倍で、じゃこれ使っちゃおうか。これも使う。はい。で、5回の方でいいんだよね。ね、多分。違うかな？わからない。いくよ。どう？来た？2倍の割には、まあ、10個だよね。待って。あ、また1回後3になってるけど。もうちょっとギリギリまで使うのやめよう。もうなくなっちゃうからね。ちょっとやばくない？もう27個しかないよ。大丈夫？楽勝とか思ってたんだけど、ダメ？うわ、これは、いくつ？ 3、6、10、12。この数字が少ないよ。あ、まあ、間違えておっしゃった。大丈夫？あと20、33個。33個いける？でも1回後保証って書いてるけど、全然1回後じゃない気もするけど、大丈夫かな？来てね。これはピンチ。これはピンチな気がします。いけ。3、7。よし。もう引くまでは、出すまでは引くよ。気もしちゃうかもよ。いや、無理無理。14個。でもいくつ？ああ、あと9個だよ。これ、このさ、チケットのうちに来てほしいです。お願いします。ドンじゃないや。ドンって言うと思ったらドンって言っちゃった。いいぞ、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 え？ 8 だ。いや、よかったよ。38枚のチケットで。いけたね。まあね、やっぱり新キャラいいよね。平の清盛だって。ここ間違ってないよ。これはね。これいいね。ちょっと、だって顔つきがさ、きつそうなのはかっこよく見えるよね。
武器があるのかな。2個残ったから38だったと思うんだよ。36でクリアだね。全部使わなかったよ。だから、まあもちろんね、ここでもう少し引いてね、なんていうのかな。何ですか？ペラ？集めた方がいいんだろうけどね。あ、これ、この受け取り1個。あ、またこれ引くのあった。2個。あ、2個復活？ 4 個ね。はい。え、まだある？まだなんかある？あ、もうないね。キャラウォールって何でしたっけ？あ、マジか、これも終わるの？これも終わったのかと思ってた。解放、ミッション。1個もらっちゃった。え、1個じゃない。これだけか。え、あ、でも、まあ、地味に今のは嬉しいよね。あ、5個に増えたよ。桃も1個しか使わなかったし、桃のタイミングちょっと私まだ苦手でわからないな。はい、これで、OK。でね、あ、待って待って、キャラも1個増えたから。おぉ、これももらえるか。94欲しい。よくわからないけど。うん。出入り。あ、ガチャね。はいはい。この辺。え、待って。あ、やっちゃった。あれ忘れたよ。待って。ちょっと待って。ごめんね。これ。これまでいけるかな？あ、失敗で、あれ入れなかったよ。もう一個。宝娘。うわ、マジか。残念。ごめんね、ちょっと。プロあるから、これはね、ちょっと待ってください。うわ、でも嬉しいな、平の清盛。これで、私の中で、まあ、そう、これがね、S ランクとか A ランクとか評価されちゃったらちょっと考えちゃうけど、そこ見ない、そしたらそこのサイト。多分ね、盾持ってるキャラではもう、人中しかいなかったのが、このキャラが SS ランクに来てくれれば、もう入れ替える必要ないんじゃないかな、私って思ってるんだけど、まあ、そろそろ育成しないとさ、私に、ちょっとずつね、戦力は上がってますけど、ある程度もう固定してね、詰めていいから、まあ、結局全部銀中に入れちゃうから、銀中が強くなるんだけど、他のキャラちょっとずつしか強くならないからな。なかなかね、メインストーリーも進まないし。まあ、でもそれでも楽しいんだけどね、これね。家康だって、すごいね。徳川家康、すごいね。強い人は強いんだね、やっぱり、ね。サマスに誰かと戦いに行こうかしら。今、戦力1574だね。残酷で苦しい死を与える。信長だ。信長もね、お金かけてやろうと思ってたんだけど、いくらかかるか、誰かに聞いてね、公式じゃできないんだよね。いくらかかるか、どっかで聞いてみようかな、同盟とか。どうぞ教えてもらえるよね、きっとね。はい、これ何か、ニューって書いてあるっけ？あ、これあれか。何かあれないの？何でしたっけ？ちょっと待って、これは。50。え、待って、あれないのかな？なんか変わった服着てますね。ないのか。なんでしたっけ。わからない。これか。これも何？解放でしょ？キャラ解放。これは？絆？あ、見て！ 6 分の6だよ。攻守、金？あ、難しいなぁ。あ、1個ね。これすごいじゃん。防御が1500だってすごいね。え、これすごいな。まあ、SR はね、全部持ってると思いますもん、すでにね。ほらね。弁慶がいない。弁慶は取ってないよ。弁慶もだいぶね、溜まってるよ。溜まってるけどね。けどね。あんまり引っ越しとは思わなかったな。あ、これまたな、新しいの始まっちゃってる。もしかして始まっちゃったのか、またこれ後でやって、あれ取らないとね。オリハルコンね。はい。これで、どれを今度下げるかだよね。そうなんだよ。どうする？で、今のメンバーで言うとね、これも取っとくか、これね。これね。どれかな。これ15の8で止まってるね。どこ？あ、これ、これね。
自粛。で、この人、かけら。あ、ちょっと寂しいな。え、もうない？もう一回言える？もう一個の方ある？うん。で、あ、なんか嬉しくて、もうちょっとね。うん。これ何？さっきのか。はい。あと、これは何？あ、これを、あ、チャージね。じゃあもうないよね。はい。うん。そっか。え、1579になってるよ。なんで？ 1571？ あれ何もしてないよね、今ね。なんか変わったのかな？あ、これ上がってるな、立花。え、なんでだろう。あ、銀中、これさ、ほら上がるじゃん、1個。配信がプラスになるけど、ちょっと待って。6名か。これ、たまらないよね、これね。なかなかね。ちょっとこれまだ様子見ましょう。で、キャラのね、今、ちょっと見えますよね。1579でしょ？いくつ上がっちゃうんだろう。で、このメンバーを見てね。まあ、クレオパトラはね、外したくない。銀中も。あと、調子木もやっぱり火力の要みたいなんで、立花ももちろん、姉さんセットだから。で、上杉も強いから、やっぱりじゃあそしたら周遊？これね、この中でね、S ランクで、SS ランクの評価じゃないのは銀中だけなの。かといって銀中は絶対に私外したくないから。そうなると、周遊か。他は全部、この5人はね、SS ランクの評価。で、こっちも本田も SS ランクでしょ？うん、あとは、ね、S ランクか。そうだね。ジークビート、マーリンもそうだし、チャチャ、ナナ、ナオエ、ナオエは知らないな。まあ、こっち関係ないからね、基本的にね。ユーユーが落ちるのか。落ちて誰が？あ、ナオエか。え、待って、ナオエ？あ、ちょっと待ってください。そっか。1、2、3、4、5、6人でしょ？画面みたいなんで、1、2、3、4、5、6。なおえっていくつなの？ 87 万。これね、武器持ってなくてもここまで強いんだよ、もうジークフリート。ジークフリートはね、結構かけらが手に入ったから、綺麗。で、かけらが手に入るから結構育ってるんですよ。ほら、もう5になりすって、まあ5にはならない。まだここだもんね。まだまだだけど、育成しやすい SSR みたいな感じだからね。となる、あ、また見えなかった。となると、あれ、何番目でしたっけ？どれだっけ？ここからか。1、2、3、4、5、6。そうだね。武田はもう落ちちゃってるから。武田落ちてるから下着ないんだよ。で、ここまでだね。この中でやっぱり一番、いらないっていうか私あんまり、これ、敵にいるとすごくこの名前だっけ強いんだけど、ちょっとあんまり好きじゃない。好きじゃないっていうか、あんまり SSR、ごにごにごに。いやー、でもさ、この、え、待って、そうだ、周遊の、まず、下着を取る。ごめんね。裸にしちゃって。で、ね、これも、取る。え、これ取っちゃっていいのか？まあ、順番に入れ替えようか。脱ぐ。で、この人もともといくつですか？かっこいい。35万がやっぱ高いね。確か銀中も30このぐらいになってる気がする。11万。下着も入れ替えます。はい。これ、一括のセットってあるじゃん。全然知ってくれないんだよね。僕ですか？自分で全部使用しなくちゃ、やらなくちゃね。あ、これでも92万までいってるよ。それとね、まずが好きだけど。今どこまで来た？ 92 万っていうのは、どこをまだ？あ、まあ、ここか。これだね。これこれ。これいけるよね。あ、いけるいける。うん。武器ね。なかなかね、銀中はあたりはレベル2の、武器にしたいんだけど、なかなかならないよね。はい、これ入れます。OK。ん？入れた。95万になりました。スキルこれも取ったね。はいはい。かっこよすぎる。はい。で、
ここに、まあ、周囲とりあえずごめんね、下がってね。で、上杉も一回下げて、立花のお姉さんはね、向こう側にしよう。こっち側はやっぱり新しい人だね。で、次が上杉ね。もっと見直す。で、我は一割の力しか出せないの、平清盛斎藤開きっぱなしですから、すぐ名前が出るんだよ。でこっちをね、直江を下げる。直江を下げて、あ、どこ行っちゃった、あれ周囲は、え、待って、周囲どこ、周囲装備ないからこんな下の方に来ちゃったよ。しっかり勉強しないと、私見て、え、1500、ちょっと待ってください。79から1500になってたよ。1530だよ。ちょっと待ってください。装備してないからだよね。周囲は装備、え、それじゃあ、え、ここないの、ここないの、これ、え、これは、え、待って、え、ちょっと待って、あれないじゃん、下着ないよ。え、誰が落ちるの今度。あ、これか、これが落ちるんだね。じゃあこれ脱ぐじゃん。で、装備も脱いで、で、こっちに入れられるか。78万ちょっと違うよね。ちょっと待って、これ、周囲もう少し上だわ。どの人だっけ？これか。100万超えてるんだね。これもちょっと捨てがたいな。マーリンか。マーリン回復だからね。チーク。チークフリートか。7。これ外そっかとね。変わらないかな。これも一回外そう。SSR 優先でいこう。じゃ、これも一回脱いで、脱いじゃ。もう脱いじゃった。で、これは、あ、これも取っておこう。取っておこう。はい、で、周り脱いだし、いい句。え、これもか。これ関係なかったよね、確かね。はい。で、これで、周囲に装備。え、変わったのかな、わからなかったね。下着か。下着はさ、誰のがいいかな。あんまり変わらないよね。確かに。これ脱いくか。で、変更。はい。え、待って、こんなのしかない。これか。はい。どっちも一緒ね。はい。ちょっとね、めんどくさいよね。でも、これやってるのが楽しいんだろうけどね。はい。93万か、ちょっと下がってるね、やっぱね。はい、残念ですね。下着もセットしてくれないか。はい。ないのか、ないのか。え、マジで。だいぶ下がっちゃうね。こっちみんな下着あるのか。あ、あるんだね。はい、装備がないのか。やっぱりこれでも100万いるんだね。周遊。で、ここも下着はあるから、これか。こっちは装備がないんだね。90万。これも、装備と。ジーク。あ、ジークだいぶ下がっちゃうね。残念だな。ジーク。え、70。これ脱いで、ジークに、でも上がらないな。上がらないね。どうしよう。ジークか。これジーク、ジークよりかこれの方が上かな。あ、どこ行っちゃったかな。この人。76か。やっぱりジークの方が77ぐらいだったよね。あ、だね。行こう、やっぱり。一応これつけて、え、装備ないの。装備つけて、これ SR 防具なんかさ、全然ね、育たない。あ、これ行くの。うわ、マジか。え、武田前田だった。あれ、もう装備全部ついちゃう。ついてる。ん、これついちゃう。え、このないの。なくなっちゃった。ごめんごめんね、なくなっちゃったみたいな。下着はね、もうないはずなんですよね。ここの辺から下はね。ここまではあるけど。あ、じゃ、ちょっと待って。あれ作っちゃおう。
まずバランス、ようなんとかして、で、これ全部一回作ってみれば、いけるかな。装備できるかな、これね。こっちの人に。あ、どの人だっけ、なんかなかった人いたよね。これか。もう、はい。もうみんなあるかな、あるね。こっちやん。あ、これも、これも、すごいな。結構あるね。あ、上っきり。あ、なんかランクアップしたよ、この人。すごいな。もう一回。やっぱり SR 育つよね。ほんと育つ。はい。今どこ、この人。こんな下の方なの。なんでこれ。ルトビかな、まだ、違うな、また違う人がいる。あ、これだけかな。はい。で、今戦力が、1500、66? さっきより減ってない、減ってない、また。70、減ってるよね。あ、武器をと、ちょっとね、もう一回確認させてください。これでしょ?武器入ってるし、スキル入ってる。好きだよね。防具入ってるよね。95万。で、この種が94か。はい。ここは、入ってるよね。何が間違ってるんだろう。何かが抜けてるよね。はい。ちょっとね、わからないです。今すぐわからないから、後で見てみるね。でもそっか、総戦力は出せなくなっちゃうか。ちょっと待って、じゃあ、やっぱり。待ってください。あのね、多分ね、防具のあれが下がっちゃってるんだと思うんだ。入れ替えたから。例えば、どの人?この人だよね。評価。ちょっと待って、低いな。60。全部、あ、もう60いかないわ。入ってるよね、これ全部ね。OK。あ、結構弱いな、これね。で、6人以外は、まだ2個しか、2個しかほら、解放してないんだよね。で、ちょっと待って。この人。45は強化されてる。進化か。強化か。されてるよね。45。これは?これ強化されてない?いや、されてるか。45になってる。あ、3人、ここ書いてあるね、3ってね。ということ、これも 3? あ、この3だね。これも 3? あ、2だ、これ。どこ下がっちゃった?どれ?これじゃないな。これか。はい。あ、これで上がりましたね、3段階。で、これは?これが下がっちゃうとね、やっぱりダメなんだよね。どんどんっていうか、結構きつくなる。ほら。入れ替えてるうち、なんで変わっちゃうのかって、ちょっと私理解できてないんだけど。はい、これでは、これも3人は上がりましたね。だから、12人まではこれを上げておかないと、もうこれも下がっちゃってるよね、ほらね。はい。どこ?あ、もうないって、やば。やばいやばいやばい。2にはなってる。これで多分、だいぶ上がったと思います。1582? あれ、増えちゃったよ。なんでだろう。わからない。あと、これやっちゃう。これ結構貯めといたら、5500も貯まってるよ。あ、ちょっと待って、見ておかないと。今いくつあるの?この人。96万ですよ。もうちょっと今、1個あげちゃったけどね。96万は、いくつまで上がるのかな?ん ?310 ページ。よくわからないけど。これ、20までいかないよね、レベルね。ねえ、まあ、新キャラ、まあ、多分2週間、まあ、2回に分けてね、ガチャ引けると思うんですけど、やっぱりいいね、新キャラね。これも、入れられるだけでよか。それでも、Sランクだったらどうしようって感じじゃない?まあ、いや、それは関係ないよね。あとはしなくて、自分の好きで使うんだからいいよ。はい。これでいくつまで上がったかな?あんまり上がってないね。2万ぐらいしか上がらないんだね。あって、これ。これは結構溜まってるよ。
はい、これ1個でしょ。うんうん。んとこ。ちょっと後でストーリーは自分で見とくね。どこ？あ、待って。4位行ってくれないかな？これ、今3でしょ？きっと。そうだね。なんだろう？この右の人怖い。で、もう1個ね。もう一個行ってほしいんだけど、行ってくれるかな？あ、行けるかな？あ、行けた行けた。あ、すごい。すごいすごい。これなかなか行かない。でもずっと貯めてたからね、もう上げるキャラがいないの。200ジェム。これで、これ全然上がらなすぎたね。98万があれ変わんないじゃん。あ、でもトータル増えてる。1586。はい。これ何かもらえるよ。うん。ごめん、ちょっと長くなっちゃってる、時間がね。これは何ですか？これももらえるんじゃない？何か。育成。いいんじゃないの？これどれどれ。はい。これだね。あ、これも結構もらえるじゃん。なんだかわかんない。まあでももう、好感度取れないわ、これ以上。でも、あれか、ちっちゃいキャラにできるのか。ちょっと待ってください。ん？あ、そうだね。ごめんね、ちょっとなんかね、長くなっちゃいました。でもね、すごく、また嬉しいです。1586万、なりました。レベル107。やっぱり新キャラいいよね。まあ、新キャラのためにね、お金かかったら、ゲームだとちょっと無理だけど、うん。あの、2回に1回ぐらいね、引くぐらいだったら、多分ほとんどね、60かけるのキャラだったら取れますから、ちゃんと日課とかやってればね。うん、このゲームおすすめです。私は楽しんでます。じゃあね、長めの動画になっちゃったと思いますけど。はい、じゃあまたぜひ見てください。よかったらね、チャンネル登録していただけると嬉しいです。じゃあまたね。